秀吉様の偉業を汚す愚者どもがこの約束の地で醜く切り刻んでやる。真田幸村に石田三成、その人はありがてえ。大谷殿、武田との一時休戦の儀、誠に誠でござろうか。この戦にて武士が存分に働けばの話よ。私は共に戦う両手が、故に貴様らなど敵ではない。まずは小手調べよ。我も一つ博打とシャレ込む。春はこやつよ。この戦、我らに義はあるのか。へへ、この大勝負任されました。と、いい筋の読みだね、ギョブさん。一辺だけとはいえ、三成様へこますとか。なんだ、割といい線いってるよな。どれ、生意気な楽器をしてちょっとやるか。厳しくいるぜ。覚悟しとけ、バッドボーイ。あらてか、状況とは思えぬあの動き。ご油断召されるな。そうだ、いっそ私以上の戦果を上げてみせろ。あれ、俺の出番もう終わり。待って、そうよな。次なるは死の霧など見舞おうてやろう。大谷殿、それは使わぬと申されたはず。これも我に注ぐ不幸よ。力が抜けます。毒の元を破壊すれば。俺らの光を焼き付けな。合わせ人見に互いを撃つ。あ、軍は壊滅ですと。さて真田、我とのちぎり守ってもらう。うん、大谷殿は承知、捕まった。いいか、役上なれば致し方なし。慌てるな、つぶさに戦況を報告せよ。この雪村、まだまだ未熟。真田、この勝負クールに行こうぜ。この魂燃え尽きるまで熱く燃えようぞ。ま、俺らの光を焼き付けな。合わせ人見に互いを撃つ。サムレットは裏方様、申し訳ございませんが、はや分け目か。このほころび、我が作ろうてやる。秀吉様の挙兵が、いともことごとく。貴様、これよりの暴虐、私が許可しない。見せてみな、あんたのエボリューションをな。左近の主、徳川、そろい三成をおびきゆく。我一人を物見の台に取り残さんとする。なら簡単だ、あんたも一緒にこっち来いよ。我が本当に求めたのは。三成様、我が軍の被害は甚大、もはや立て直せませぬ。おのれ、
秀吉様の尊き軍をよく俺らの光を焼き付けな。合わせ人身に互いを撃つ。私が冥府へと送りつける。業務おのれ、よくも業務を。久しぶりだな、トップギアで行かせてもらうぜ。貴様には刹那の生存も許可しない。貴様、私に詫びろ。秀吉様の兵に詫びろ。秀吉様に死んで詫びろ。お母さん、甘んじて受けるものか。遡れ、もう一度木漏れ日のようなあの日々に。俺が進むは竜の道。フォローミー。後悔はさせねえぜ。